皆さんこんばんは、ジーローでございます。今日もね、マインクラフトの続きの方をやっていきましょう。というわけでね、今日は何をしようかというと、まあ冒険しようって言ってたね。あとあれです、あの裏でちょっとやっておくよと言ったことをね、ちょっとやっといたんで、まずはそのご報告なんかをしてからね、まあちょっと冒険なんかに出ていこうかと思っておるわけでございます。でね、私のまあね、まあ拠点の範囲というか、まあ、前回決めましたと、あのね、原木で、まあ、囲ってあると思うんですけど、まあちょっとね、まだああいうところとかね、全然湧き潰しとかしてないんだけど、まあね、大体の私の行動範囲の、範囲内のね、湧き潰しはちょっとできたんじゃないかと、思ってね、今わざわざ夜を、満喫しております。あんまりね、なんだ、なになになに、うちょちょちょ、痛い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 、なにこいつ、こい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 、やばいやばい、痛い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 、ちょっと一回入ろう、一回入ろう、あの声怖い怖い怖い、何あいつ初めて見たんだけど、ちょっと待って、俺ね、あのこれも説明しようと思ったんだけど、先に使おう、でも引くなっちゃった、痛い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 、どういった、いるぞいるぞいるぞ、声だけ聞こえる、声だけ聞こえる、いるないるな、よし来いよ、よしよしよし、あれ攻撃始めた、もう始めた、よし来い、あ自然消滅自然消滅ってかアンデッドなんだな、あれ。じゃあ、いや怖え、何あんなん追加されてんの、いや怖え、まさに助けられたねで、ちょっとあれだ、今ちょうどいいから説明しようか。これです。弓。射撃ダメージ増加後、フレーム、無限、耐久力3。これ多分、あ、まだパンチがついてないかな。パンチついてない。ちょっと待ってね。ね、そっか、まだ足りないのか、ランクは。まあ、前回作りましたね、エンチャント台、何か自分で作ったものさえも敵に見えちゃうちょっとごめんなさいね、あの心臓がドキドキしておりまして、まあね、エンチャント台を作りましたとね、まあ、そのためのまあ家を作ったと、まずね、作ったね、で、ね、エンチャント台っていうのはね、まあ、そのままでも、まあ、もちろんエンチャントできるんですけど、こうやって本棚の、ね、周りにこうやっておくと、この本からパワーを得て、どうなんだっけな、あのランク3まで作れるようなのかな、かな、まあ、とにかくね、本棚をこの、なんだ、2ブロック以内のところに置いてやると。ね、こんな感じでエフェクト出てますね。本棚から文字たちが、ね、エンチャント台の上にあるね、浮いてる本の中に飛び込んでいくと、パワーを注いでると、まあ、こんな感じでね、これ注がれてんのあれだ、あれじゃないかな、やっぱそうだな、これこれあれでしょ、エルダースクロールズのね、
オブリビオンの字だよね。これ本当で勝手に使われてんのかな。いや似てるだけかもしれない、もしかしたら。このね、あのコンクエストを作った方がちゃんと、ね、オリジナルで作ってるのかもしれないんで、あの、ね、勝手なこと言うのもあれですけども、似てる。まあいいか、うん、まあこんな感じでね、まあここでエンチャント作っていきますよとね。そのエンチャントしたゆ、まあどうエンチャントするかちょっと見せたっけ、見せたよね、うん、まあランク溜まったらこのあのなんだろう、緑のね、あのライフメーターとあのなんだ満腹ゲージの間にあるね緑の数字あるでしょ、今11となってますけれども、まあこれが、うん、これを消費して、まあ、エンチャントすることが可能だと。ちょっとなんか持ってきたらよかったかな。ちょっと試しに持ってくるか。何もついてないやつ。何もついてなく、何もついてなくて、あ、まあ別につけなくてもいいか。見せればいいか。はい。あ、ラピスザルラズリ入れちゃったな。まあ別にいいか、つけるわけじゃないから、うん、まあラピスラズリ入れるとこれが燃料になって、ね、このね5とか21とか30とかあるでしょ、これでこの分消費して、うん、エンチャントを武器につけることが、もちろん武器だけじゃなくて道具とかにつけてね、うん、道具や防具につけてね、まあ有益な効果を得ることができる。シャブルに とりあえずちょっとやってみましょうか。シャブルにすると効率強化1だから、あの掘るスピードが多分上がります。これもね、4まで上がります。こんな感じで防具、まあ、これつけちゃってるけど、つけてるんだけども、まあね、金の兜入れてみて、ね、つけようとしたらこんなのつくよ。水中攻撃とかね、ダメージ軽減とかがつくよと、うん、まあ、こんな感じでね、まあ装備の、うん、エンチャント、まあ、バフ効果を、うん、防具に、防具や武器とか道具にね、まあ、付与することができる。ダイオ昨日、昨日じゃねえか。まあ、さすが昨日なんだけど。作りましたというところでしたね。それぐらいで終わったと思うんですよ、前回。でね、ちょっと裏で、ね、続き、だから今後ね、まあ、だからいずれは、ね、マネザーに行ってブレイズからブレイズロッドを得るために、まあね、弓がいるよと、うん、言ったんでね、まあ弓をまあ手に入れる手段が必要だと、うん、まあ、弓っていうのはね、このね棒3つとあと糸が3つかな、うん、があるとまあ作れるんですけれども、ちょっと雲をねまあやっていかないと、うん、糸が得られない。糸を入れる、糸作れんのかな、これでも雲をすね。いやどうだろう。まあなのでね、あの弓をもう直接得てしまったらいいんじゃないかと、うん、まあいうことで、まあじゃあそれ想像にはどうすればいいのってね考えると、まあ骸骨をやる、うん、骸骨がね弓持ってるんで、弓をポロポロ落とすんで、もう骸骨から取っちゃえばいいじゃないと。まあまたそれも骸骨とね、まあ夜にねいろんなところでやるのもめんどくさい、めんどくさいっていうのもあるんですけど大変だと、まあ、いうのもあるんで、まあ、骸骨のね、スポナーブロックなんか見つけたらどうなんだと。 もちろんそんな簡単に見つかるもんじゃないんだけど、うん、まあね、ちょっとまあブランチマイニングなんかをしてますんで、あと洞窟がこのね下には結構張り巡ってて、探しゃスポナーブロックの一つや二つはあるんじゃないかと思って、まあ、探しましたよ。そしたらね、結構すぐ見つかっちゃったスポナーブロックがね、うん、というわけでね、まあ今日はスポナーブロックでモンスタートラップタワーみたいなのをやればいいんじゃないかと思ってたんだけど、ちょっとね作業が地味、結構うん、暗いし なのでね、もうちょっとね作っちゃいました、うん、作ってね、もう一個見つけたんですよ、ゾンビのトラップ、スポナーブロックが向こうじゃない、こっち側かな、こっちの向こうのね動物の先にあったんで、うん、こっちのはね、今から見せるのは骸骨の方ね、骸骨のスポナーブロックで作ったトラップタワー。
ていうのをちょっとね今からお見せしようかと思っております。で結構近いところだったんで、もう直接ね拠点につながるように、こんな感じで階段を作ってみましたと。ちょっともしかしたら敵がいる可能性もある。あ、ここはあのねちょっとした作業場、まあ、夜なんか多分中にいるとわからないと思うんで、ね、ここで一晩ねどのタイミングでもいいから一回ベッドを、ね、寝れるか寝れないか調べてみて、まあ、寝れたら 朝迎えて朝に出ると。そうしないと外が危険だと。まあでも湧き潰しだいぶしたんでね、もう多分そんなに、ね、そのままポーンと出てもそんなに危なくはないと思うんですけど、というわけでね、こんな感じに作っております。あれがスポナーブロックで、向こうからね、まあ、この部屋はね、もともとは 5×4 ぐらいの、まあ、スポーナーブロックを囲んだ部屋だったんですけど、それをね、9×9×9×、あと高さが5かな。スポーナーブロックを真ん中にして、ね、上に2段、下2段ぐらいの高さで、まあ、拡張してあると。まあ、その中に、まあ、湧きますと。なので、まあ、多分、一番広く取った方が、効率がいいということみたいなので、まあ、広くして。で、向こうのね、壁際から水をね、バッと流してやると、ちょうどね、8マス使って、ね、水が途切れるんで、途切れたところを1段下げる。1段じゃない、2段だね。2段下げて、またこっちから水でね、流してやると、まあ、こっちに運ぶ水流ができてきますよ。まあ、なので、中に湧いた骸骨たちは、まあ、結構流れてると思うんだけど、ね、ちょっと見ましょう。ね、まあ、こっちの溝にね、水流で押しやられて、でこっちの水流で奥に押しやられて、ここに落ちていくと、いう仕組みになっております。もう一匹いなかった。で、これ高さがね、22マス作ってありますんで、まあ、敵がね、モブの体力をある程度減らすけども、あんまり、死には追いやらない。まあ、死んでるんだけど、彼らは。死には追いやらない体力だけ残して、まあ、下に留まっているという状況が出来上がります。で、ちょっと下に降りましょうか。で、これね、本来はね、上に吸い上げて、まあ、その仕組みもちょっと作ってあるんで、ちょっと後でご覧いただきますけれども。と、まあ、上からね、降ってきた骸骨たちがここにたまるんだけど、ここにガラスブロックがあるからね、骸骨たちは私を視認することはできないですけど、私は足元が見えている。彼らね。この足元、スンと行ってやった。ね、ご覧の通り大量の骸骨たちを一気に、ねまあ、倒すことができるよと。ということで、で、ね、今出たアイテムなんかをこのホッパーたちが吸って、このね、チェストに入れてくれるんじゃない。もう吸い上げたところだね。結構いいね、エンチャントついた防具だったり、ね、武器だったりおろしてね。まあご覧の通り、もう矢と骨は、あと弓ね。ニアも困んないと。この施設でね。で、こちらは黒曜石になってます。ある程度こう掘ってても、崩すことがないからね。ここは崩壊することがないということです。まあ、いらないものをなんか捨てたりとかしております。と、まあ、こんな感じで弓を手に入れるという、問題はこのね、骸骨たちが解決してくれたと。あと、ランクで、エンチャントとか、火事とかに使う、まあ、ランク、ポイントがレベルか、は、このね、骸骨たちが解決してくれると。まあ、いうことなんで、次の段階に進みましょうとなった感じでございます。で、次はね、まあ、エンチャント、まあ、武器に付与する、弓に付与することができるようになったんで、ね。
じゃあその弓と弓をね、いい感じで合成して、まあだからね、そのなんていうのかな、エンチャントを掛け合わせるみたいなことができるんです。ちょっとなんかいいのないかな、ちょうどいいやつで、こちらに、うん、カジマなんか作ったらいいよねっていう話を前回したと思うんですけど、ちょっとね作っておきました、ね、モンスターいないね。まあこんな感じで、中にとこがあって、うん、で金とこがあって、水ジャーってやるとこがあって、うん、という感じでね、あの火事場をちょっと、まあ、火事場なんで壁いらないだろうと、雨風はしのげねえか雨がしのげるような建物であれば、まあ火事場として成立するだろうと思ったんで、まああえてね壁は取っ払っております。こちらの壁はちょっと作ってありますけど、なんか屋根がこっちね、いないよね、まだ湧き潰ししてから大して夜を越えてないんで、ちょっと不安ですけれど、まあこんな感じで火事場作りましたと、ね、でこの金床でね、まあこれはもう元々ついてたやつですけど、エンチャントした、ね、例えば射撃ダメージ、うん、でこれね、あの合成するにはまあ別にね、こうね、射撃ダメージしかついてないやつにね、耐久力上乗せしたいということであれば、耐久力をね、また別に持ってきて、ここで合わせるね、ご覧の通り耐久力がついた、まあ、弓が完成すると。まあ今、射撃ダメージ2同士だったから分かると思うんだけど、この後説明することは。あのね、同じ射撃ダメージ増加がね、まあ1とか2とか、まあ5まであるんですけど、この射撃ダメージの。同じランク同士で掛け合わせるとね、1個ステージが上がります。射撃ダメージ3に上がる、まあ、これをうまく繰り返して、まあ、5まで持っていくっていうのが射撃ダメージの、まあ、ランク上げの仕方、まあ、こんな感じで、まあね、あのだからついてない、射撃ダメージにね、で耐久力3がついたやつ、14個足りねえな。射撃ダメージ2同士だったら足りない5、うん、ね、これを掛け合わせて射撃ダメージ増加3のね弓ができたと。でこれからまたね、これからこれはまだ入れちゃった、射撃ダメージ2の耐久力3と向かってね、これを合わせて6いけるね。でこれで耐久力3ダメージ、射撃ダメージ増加3ができると、うん、でこのまた射撃ダメージ3同士を掛け合わせることで、うん、射撃ダメージ4の耐久力3の弓が完成すると。まあ、こんな感じでどんどんね、まあ、エンチャント強化しながらね、あのエンチャントの弓同士を掛け合わせて強化しながらも、まあついてない、うん、エンチャントのタイプをどんどんこうやって掛け合わせて一つの弓に、まあ、統合していく、うん、と最終的にはこんな感じの射撃ダメージ投稿、まあ、フレーム、あと無限っていうのはもう矢をね1本持ってれば、ね、その矢1本で無限に打てますと。あと耐久力さん、もちろんこのね弓が長続きするように耐久力が上がってると。フレームっていうのは多分射抜いた敵が燃えるっていう属性だと思います。でもう一個ねつけたいのがあるんです。これについてるやつなかったかな、ついてるやつ多分あったと思うんですよ。ね、これだ、うん、これだね、パンチ2ってついてるでしょ。これをねもう一個パンチ2のやつをもう一個掛け合わせるとパンチ3っていうのができるんだけど、うん、パンチ3のついたものをこの、うん、ね、こっちの弓、ま
掛け合わせで統合してやると、まあ、他のエンチャントはもうついてるんで、多分そこら辺はあの無効化されると思うんだけど、まあ、パンチ3がついた弓が多分完成すると思うんですよ。これが最終目的で、本当はねこれ修繕っていうあのエンチャントがあって、あの経験値得ていくとね、あのそのね武器持ってる武器がねあの修繕されていく、だから治っていく耐久力がね、それをつければもう永久的にその弓でね戦っていくことができるっていうのもあるんで、まあ、それもね最終的にはつけたいなと思ったけど、エンチャントどれだけつけられるかっていうのが分かってない。確か5つまでが限界だと思うんで、まあ、パンチつけるか修繕つけるか、もしくは耐久を捨ててね修繕つけて、修繕とパンチと射撃ダメージとフレームと、あと無限か、まあ、無限はもうなくてもいいかなと思ってるんだけどね、矢がこれだけありますから、まあ、そのあたり考えてちょっとね最強の弓、今後ね、まあ、だいぶ強い弓なんだけど今の段階で、まあ、最強の弓を作って、まあ、フレームに挑んで、フレームじゃないブレイズ、ね、ネザーでブレイズに挑んでくれと、でブレイズの封じ込めを完成したら、ブレイズのスポナーブロックでブレイズロット、あ来たよ来たね、まあ向こう湧き潰ししてないんだ、うん、あー残念たどり着けない、キス、まあでもこっち側の湧き潰しはうまくいってる感じがするね、ご覧の通りね、まあ、埋め込んでみたり、あの道端にあるのはこう、ね、街灯みたいにしてみたりとか、埋め込んであるのはねこんな感じにしてあるんですね、1個掘ってその中にかぼちゃランタン、ジャックオランタン入れて、その上に草をかぶせると、まあカモフラージュだと、こんな感じで湧き潰ししてあります、6マス間隔で、まあ場所が悪かったりするとちょっとずらしてみたりとかしてんだけど、まあ、こんな感じで湧き潰ししてありますので、もう夜はある程度安全だと、まあでもあんまりね油断してるとクリーパーとかに背後取られて建物ごとやられるみたいなのもあるんでね、ちょっとまあまだ気をつけながらやっていきましょうか。とまあこんな感じで火事ができたんで、まあ、武器の強化もできる、エンチャントからの武器の強化もできるようになったというところでして、あと何か追加したかな、あとはまあ向こうにゾンビトラップ、ゾンビのモンスター、スポナーブロックがあるんで、まあいずれそのトラップタワーの、作り方なんかをちょっとそのゾンビでやろうと思っております。でね、骸骨だけなのか、ゾンビもなのか分かんないけども、あの水にね、入ると、まあバチャ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 、上がったり下がったりするわけよ。まあ溺れたくないっていうのがあるから。まあ泳ぐ、まあ、ちょっとプレイヤーもそうだけどね、こうやってね泳いでるとね、ご覧通り上下するわけ、まあ、これを利用してね頭1個分上に上がったところにまた水があると、またね上にボーンって上がっていくみたいな、まあ、システムで1回22マス上に上げてからね、で22マスあの穴ぼこに落として、そこでダメージ与えるみたいな、本来はトラップタワーってそういうやり方、モンスター、スポナーブロックのモンスタートラップタワーってそういうもんなんだけども、なんかね、骸骨がね、この水の中に入ってもジャンプしない、こう、足のつくところであれば、こんな感じでずっと、まあ、バタバタしないっていうのがあって、うまく吸い上げられなかったの、上にね。まあ、なんで、ああいう落下式をね、途中からちょっと採用してますけれども。本来は上に上げ、多分ゾンビだったら多分やってくれると思って、そっちでね、ちょっと、スポナーブロックのトラップタワーを作ろうかなと、思ってるんですよ。それだけ。だ、そうだ、もう一個あるな。
まあ、かぼちゃのね畑をちょっとだけ増築して、ね、もう一列上げたと。で、あとこっちにね砂をね砂で埋め立てて、あのサトウキビ畑をちょっと今後ね多分ねあの、まあ、なんでサトウキビ畑いきなり作り出したかっていうと、まあ、探検これからするんだけど、うん、ちょっとね地図がいるぞと、まあ、地図を作るためにはまあコンパスと紙、うん、というわけでね紙が大量に多分必要になってくると思ったので、ちょっとサトウキビ畑をちょっと作っといた方がいいだろう。あのもちろんねサトウキビ取れるようにあのこれ、ね、まあ砂のあるところにね適当に植えてるんだけど、これじゃちょっと間に合わなくなってくるという感じがしたのでね、しっかりとちょっと畑を作りました。ちょっと収穫しましょうか。ご覧の通り、あの一番下だけ残してね、あの上2段だけを刈り取るっていう風にするとまたね次が生えてくる。だ種を植える必要ない。こんな感じ。一回でどれくらい取れるんだろう。あ、40も取れるじゃない。いいね。まあ、そっか。ね。20個巻いてるからね。20本あるから。ね、上2段取れるってことで40本。まあ、それだけあれば、まあ、十分じゃ十分なんでね。ちょっと。かぼちゃも収穫していきましょうか。ジャックホランタンもまだ湧き潰しとかまだ不十分なんで、まだまだいるんです。まずは中くり抜いてから、中くり抜いてから収穫する。これだ。危ねえ。お、無事だった。あ、これだ。うん、こんな感じで16個取れるから、まあ、十分です。いやー、なかなか良くなってきたな、この畑関係。ここも道作るっていう話してたので、よし、じゃあ冒険に出る準備をいたしましょうかね。まあこんなんでいいでしょう。で、地図を作る。まずコンパスを作りますか。コンパス作れるのかな。コンパス、あ、作れる。コンパスは鉄とレッドストーン。あ、そんなに大した材料じゃないんだね。ちょっと待って、鉄できてないかな。もうできてる、できてる。金はいらないでしょ。で、鉄もできて、レッドストーン。これで10個作れるな。10個作っちゃおうか。10個作っちゃおう。鉄は多分ブランチマイニングしたらどんどん溜まっていくとは思うんで。うん、レッドソンもかざしてない。よし、あと紙か。サトウキビ。そもそもの紙はないか。ないね。コンパス真ん中。あ、もう紙作んなきゃ、まず。全部作っちゃう。で、これ入れてもいいか。白紙の地図、これをもう全部作っちゃう。はい。で、コンパス1個持ってようか。うん、
で、日本バス入れて、まあ、地図そんなたくさん使うこともないと思って、でまず1回白紙の地図を使うと、使ったね今ね。そうすると地図が完成すると。ちっちゃいな尺が。ちょっとこれ広げたりできなかったっけ。広げるのどうするんだっけな。地図の周りに紙でやるんだっけ、それとも地図の周りに地図でやるんだっけ。でぐるっと回してやる、うん、あれ戻しちゃった。だいぶ広かったね。これでも全然ちっちゃいな。もっとがっつりを一番なんならでかくしたいんだけど。あ、だいぶちっちゃくなったね。うん、こんなんでいいかな。うん、でなんだっけな、自分の拠点に旗を立てるみたいなのできたよね。旗を立てることで、マップに確か出てきたはず。どこに立てようかね。我が家ここですから。なんかなこれなんかもっと場所あったな。まあ、とりあえずちょっと地図見てみましょうか。あれ出てない。地図が反映されるのも 1.14 からもしかして。まあとりあえず旗は立てたんで、まあいいか、うん、とまあ地図もできましたと、うん、旗置いとこう。あ、一応あれだな、あの他の拠点とかあった時に旗を置いていくみたいなことできると思っておこうか。よし、じゃあ行こうかね。キュチシー持ったね。沈没船に行きますと。でまあちょっとあの辺りの探索なんかもながらね。地図的にはこっち北だね、うん、北に行きますよ。あ、ラマ。なんであんな悲しげな鳴き声なんだろう上がれるところだ。こういうところにも橋を渡すみたいのがあってもいいよね。まだとりあえずだからね、地図でね、この自分のね、あの拠点周辺が、まあ、どんなだから地形になってんのかっていうのを把握するっての大事で、ね、一番近いだから海に繰り出すにも一番近い海の方がやっぱりいいですからね。一番ね、海岸が近いところどこなんだ
ていうのを探すみたいなのもやっぱ地図で埋めていかないと、まあ、見えてこないところでもあるんで、あ、こっちに行くんだね、東に行ってるんだ、下か。これね、あの私アナログスティックにもこれ設定してるんですよ。まあ、なぜかというとちょっとアナログスティックのね調子が悪いのかしれないですけど、あのちょっと右入力ずっと続いてるみたいな感じになってで、他のゲームだとその敷地みたいのがね、あの遊びがあって反応しないんだけど、右にずっとね入力されてるみたいな、だから何のねあの問題もないんだけども、このねジョイトゥーキーっていうアプリはちょっとね、あの遊びの部分ちょっと作るの、まあ私の設定が甘いのかもしれないですけど、ちょっとどうやって作るね、その遊びの部分作るのがちょっと分かんなくて、まあ、ずっと入力されちゃってね、あのずっと右に移動し続けるっていうのがあるんで、アナログスティックでの移動をしないで十字キーで移動してるんですよ。まあ結局はこの PC 版ってね、キーボード操作なんで、上下左右しか、まあ移動の入力がないわけだから、アナログじゃないわけ、デジタルのどっちかさね、だから十字キーの方がなんならしっくりくると。こうだね、あ、見えてきたね、沈没船が、マストが見えるな、そこにね。だいぶ北の端ぐらいなのかな、北の端っつってもこの地図出たからねもっと広大な世界がもうあるわけ、うん、Java 版の無限か、確か、うん、あの PS4 みたいなね、終わりがないんですよ、世界の果てがないんだと、確か。地図変わるな、変わったら、変わったね、変わった、マーク変わったね、こっち使うか、ちょうどいいわ、よし、あれ俺ベッドを引き上げてねえなまあいいか、新しく作るか、ならあれだよね、ベッドをね、踏
噴出した状態で、まあ、死ぬじゃない。そしたらまあ初期リスポンチに戻されるわけよ、ね、で初期リスポンチが拠点だから俺は多分村に、村っていうか私の拠点に結局は戻るよね、ベッドなくて。いや綺麗だね、綺麗だね。ちょっと君たちの毛をもらうよ。ここら辺は多分あったかいと思う。黒い羊かわいいな。白くてもかわいい。負けて、ま、今の茶色いやつだ。使ったね。よし寝るぞ。よし。ちょっと一個チェストなんか作ってみるか。さあじゃあ行きますかね、水中呼吸のヘルメットにして、さあ何が待ち受けていますかね。ああるよ。的な鳴き声。いる、イルカが、イルカいた、イルカ。かわいい、かわいらしい。イルカは人懐っこいのかな。あ、救急言ってる、救急言ってます。イルカと友達になれないこれ。イルカちゃんは何をあげたらよ。あ、来た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 。あ、イルカちゃん、イルカちゃんと遊ぶ。イルカちゃんに捕まるみたいなことできない。イルカちゃんに捕まるみたいなことできません。これなんか餌あげないとダメなのかな。魚、魚をゲット。魚を、魚を、昆布手に入れた。昆布だねこれ。よく。もういい、沈没船を調べよう。結構なデカさだね。なんかさ、こういうさ、ね、あの自分で、ね、船の形作って、で何かアイテムを特定の場所にポンと置くと、ね、それが船として機能して、ね、大海原を航海できるみたいなアップデートかなってずっと思ってる。これ間に合うかな、人。もうクレー、クレーぞ。中でも松明って聞くの。
あ、聞く。これは便利だな。ちょっとね、水抜きしようか。水抜きしたらいいんじゃないかな、中に。この辺りの砂ちょっともらおうか。砂、砂漠でも向こうにやったな。まあこの砂浜の砂をちょっともらおう。水中作業はついてないからちょっと命がけだけど。とりあえず一スタックぐらい持ってきますか。穴開いてたら意味がない気がする。ハーフブロックじゃないこれ。いや難関だなこれは。他に穴開いてるかどうか確認しようか。これ大変だな。これちょっとエンチャントしっかりしてないとダメだ。さあ大丈夫。しっかりした船作られてんなこれ。なんなら引き上げて使いたいぐらいだぞ。うん、あんまりでも損傷のない船だな。アイテムいっぱいになるな。ミラーも置いてく。土は何かに走れる。入れない。入れないんか。これ壊そう。これ壊して、多分ここも壊した方がいい。これで一回出る。こい。よし。で砂を。一回ここはけさしてのあーこれ死ぬかもしれない。死ぬかもしれない。よいしょー。へー怖い。これ水流れてきちゃうかやっぱり。あ、ここじゃないね、ここじゃないの。もう一個先なの。あ、なんで弓振った。はい。先、もう一個先。はい。
よーし、もう夜来てるな、多分。ちょっともういいか、一回やるか。いや、ダメだな、なんか。あー、ダメだ、もう結構な夜来てた。これ、海のゾンビみたいなやつばっかでしょ。いるな、うん、海鮮滅戦しないとダメだこれ。まだジャブねえぞここは。寝れるかどうか試してみる一回。あ、寝れた、よかった。よしよし、クリッパー探しだな。またね、このリソースパックのクリッパーですごい緑とこうカモフラージュ効果高くてなかなか見当たる、動かないと見当たらないみたいな。まあ大丈夫そうかな、パッと見。あ、あった、宝箱。一回じゃあ宝箱を改めますか。でっかい、すごいな、ダイヤモンド。ダイヤモン、はい、なるほどね。この鉄塊がコイン的な扱われ方してんじゃないの。だから海賊船のお宝みたいなね、そんな雰囲気出せるぞと。できましたね、うん、さて、もう下があるはずなんですよ。いない、いや、あれ、ああそういうことか、宝箱から。なるほどね、律儀。ちょっと待って、宝箱開かない。あ、そっか、上にブロックがあるから開かないんですよ。これは何、羽羽これは地図、宝の地図。ここに扉あったね。扉は水をガードしてくれるみたいです。これは変わんないんだね、その仕様はね。まずは中を改めさせてもらいます。あるある、よし戻ろう。これいいなこれあれだね、ここで大砲撃つとこだね。で、宝箱ちょっと改めさせてもらいます。すごい、あ、なるほど、香辛料とか入ってるみたいな設定。青くなったじゃがいも、石炭。
あーもう行かないと、もう行かないと。泳げ。チャン。腐った肉、肉は腐ってるんだそれはね。火炎耐性、水中歩行。ちょうどいい。サトウキビ。これ壊しての。壊して退避。よし。よし、水抜きが完了したぞ。これ外大雨降ってんな。あ、でも選手にまだあるよな、これ。この感じ。あ、こっち入れない。開けたか。いや、微妙だな。微妙だな。もうこれで多分調べ尽くしたはず。あと甲板に何かないか見てください。よし、じゃあ一回行きますか。あ、ライブじゃない。ゴー、たぶん。水中歩行いいな。ダイヤモンド手に入ったのありがたいね。羽があるから矢は作れる。